複数のセクハラ疑惑と高齢者施設の死亡者数を隠蔽した疑いでニューヨーク州のクオモ知事に対し、身内の民主党からも辞任を求める声が高まっています。12日金曜日、クオモ知事に対し7人目の女性がセクハラを告発しました。告発したのは女性記者で、2014年のパーティーで知事に手を握られ不快にさせているか、恋人になれると思ったのにと言われたということです。セクハラを受けたとされる6人目の女性は現在も州政府で働く職員で、去年クオモ知事の携帯電話の不具合に対応するために自宅に呼びつけられ、その際ブラウスの下に手を入れられ肌を触られたということです。クオモ知事は不適切に誰かに触れたことはないと主張し、辞任はしない構えです。Let the review proceed. I'm not going to resign. Wait for the facts. ニューヨーク州議会議員の半数以上、ニューヨーク州選出の民主党所属の連邦下院議員16人、さらに民主党上院トップのシューマー院内総務が辞任を要求しています。I think the investigation is underway and we should see what it brings us. バイデン大統領は、ニューヨーク州司法省による捜査の結果を待つとした上で、セクハラの事実が確認された場合は辞任すべきと発言しています。